い、どうも皆さんこんにちは、セブンと申します。それではね、ドラゴンクエスト 11S 前回からの続きからやっていきましょう。ついにね、主人公の番が回ってきたっていうか感じ、双子の魔法姉妹のあのセーニャとベロニカがなんか飛んじゃったんだけど、それはいいのか、構わないのか、構わへん、やった、覚えてないだけ、怖いんだけどこのいいね、これで遊んでた今、シューッつってシューッて、よしよしよし。さあなぜかね、主人公編が回ってきたんだけど、主人公なんだけど魚になっちゃったのかな、よくわかんない、なんで魚になったの。どうも。おお、目覚めた、目覚めおった、勇者様がお目覚めじゃ。お前よく俺が勇者だってわかるな。勇者か。一時はエラ皮膚ともに呼吸停止、ピクリとも動かんかったというに、まさに奇跡、女王様に報告じゃ。あ、いや、あ、女王に会えるのか、ちょっと待って。あ、勇者様が目覚めてよかったわ。あなたは海底に落ちてからずっと眠り続けていたのよ。今地上では大変なことが起きているそうね。地上がどんな様子か知りたければ女王をセレン様に直接お話を聞くといいわ。女王様の王国の、一番北にある海底宮殿の玉座の間にいらっしゃるはずよ。あ、それは一回行ったことあるけどさ、一回行ったことあるけれども、うわーすごい。あ、これでさ、この前話しかけられなかったサメ話せるんじゃない？あ、来た来た来た。よう、俺の店に来たってことは平和を着て、この町の白身魚どもとは一味も二味も違うんだよな。お前も白身魚じゃないの？違うのか。あ、違うよ。いいぜ、気に入った。あんたはいい友達になれそうだ。仲良くやろうぜ兄弟。さて何を食うんだと、何を買うんだと行きたいところだに。品物を届ける運送業が近頃来なくてな、売り物がねえんだ、また今度にしてくれや。なんだよ、結局買えねえのかい。まあいいや、じゃあまあさ、女王様のところに行きますか。この上に女王様がいると、おお、今度は自分で上がれるぞーい。めっちゃ手間、超連打してんだけど ZR を。ああすごい、なんか加速した。おお、来た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 、女王様。勇者がお目覚めになったのね。こうしてはいられない、時は満ちましたわ。そうなの？なに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 、どうした？陛下。大丈夫よ、私にはまだやることがある。それまでは。うん、来たよ、可愛い顔してんな。あら、おはよう。その姿とってもお似合いよ。いつにも増して可愛らしいわ。やだよ、俺人がいいよ。傷はだいぶ癒えたようですね。王国の民があなたを運んできた時にはナンパ船みたいにボロボロだったのですよ。魔王はあなたを死んだものと思っていました。私は魔王の目を欺くためにあなたを魚の姿に変えていたのです。なるほどね。あれからもう数ヶ月になるかしら、私の魔法で魚の姿になったあなたは今までこんこんと眠り続けていたわ。傷が完全に癒えればやがて人間の姿に戻れるでしょう。それまで無理は禁物ですよ。わかりました。まだ怪我してた。これであなたも釣られるお魚の気持ちがわかるかもですね。怖いな、人嫌いか。何さっきのこの自信、何よ。聞きたいことがたくさんある。そんな顔していますね。あ、そうね、まあ地震のことはまあ一回置いといてね。あなたが挑んだあの戦いのこと、共に戦ったお仲間のこと、私は全てを見ていました。うん、ん？何？
全てを受け入れる覚悟ができたら私についてきなさい。世界が闇に包まれたでしょ。それはいいんだけどさ、とりあえずこの赤いやつの話だけ聞くか。赤いってあのメッセージウィンドウがね、守り人の海の絵の扉って言われて、へにょへにょやってる。守り人の海への扉が王家の人形以外のために開かれるのは何百年ぶりになるでしょう。それほどまでに女王セレン様はユースタ様にお伝えしたいことがあるのです。どうか心してお進みください。なんだろうな、なんかぶっ殺されるのかな。おお、サメちゃん、サメは嫌いじゃないぜ、可愛いよね。女王様はこの先の守り人の海であなたを待ってます。守り人の海ってなんかどういうあれなんだろうね。何がどう守り人なんだろう。さあ静かに泳いでいきましょう。遅いんだよな泳ぐのって。人間を連れてきたのは何百年ぶりかしら。ここは森人の海、海底の王たるものだけが立ち入ることを許された海。はい、これは王家に伝わる千里の真珠。川や湖、一滴の朝露、あらゆる水に魂を乗せて地上の様子を見ることができる秘宝です。前なんかそういう術があるって言ってたよね。地上にこっそり雨を降らせました。今ならこの雨を通じて世界を見ることができるでしょう。なるほどね。さあ準備はいいですか。今世界はどうなっているのか、千里の真珠に触れるのです。え、怖い。何言ったって。そう、いやなんか魔物とか強くなってなんかこの世の終わりみたいにはなってたけど、言ったって新しい発見はないよね。なんかぐちょぐちょのところがあったマジで。あ、こんな感じで見れるんだ。うわーい思ってる。あーい、これが今のロトゼタシアの姿。あなたが魔王ウルノーガに挑んだあの日、世界は死んだのです。え、どうすんの、終わり。熱を帯びた猛烈な爆風が世界を駆け抜け、草木を焼き払い、水を干上がらせた。空からは燃え盛る大岩が降り注ぎ、山脈を崩し大地を砕いた。魔王ウルノーガは多くの命を一瞬にして奪い去ったのです。最悪じゃん。絶望が新たに生み出すものは悲しみだけ。私は全てを見ていました。しかしどうすることもできなかった。無理なんだ。ああ、なんだここ。神に祈りに来たのかな？何？え？え？誰？誰だお前は。もう本当に心当たりがない。顔映さなかったってことは誰かなんだろうな。え、なんでみんなゾンビみたいになってんの。そんなにもう
帰る家もね、家族もいねえ。だけど命がまだあるじゃねえか。それなら歩け、歩き続けろ。そういうセリフの顔じゃないぞお前。そうよ、英雄についていきましょう。デルカダールの南に最後の砦があるの。あそこなら私たちを守り助けてくださるわ。デルカダールの英雄って二択でしょ。グレイグの方がグレイグだな。英雄は僕たちを見捨てない。最後の砦に行けば何かが変わる。絶望してはいけない、生きるんだ。歩け、歩き続けろ。デルカダールの南に最後の砦がある。グレイグが頑張ってくれてんだな。お前でも悪魔の子って言ったの絶対許さねえからな。お前絶望の中にも希望は残っています。この世界のどこかに彼のような希望の炎をいくつか感じます。しかしその炎も今消えようとしている。誰かが灯してやらなくては。それは他でもないあなたの役目。エイジは地に落ちました。そして今世界を滑るのは悪しき天空魔城に住まう魔王ウルノーガ。魔王は命の大樹の魂を吸い取るだけでは飽き足らず、この世のすべての命を摘み取り悪しき力に変えようとしているのです。あれをご覧なさい。あ、ちょっと暗くなっちゃうのやめてよ。あれは私たち海底王国は私が作った結界で魔王の目を欺き難を逃れてきましたけれど、それももう限界です。あ、もう無理なんだ。魔王の力は私の力をはるかにしのぎます。間もなく結界は砕け、海底王国は魔物に飲み込まれることでしょう。マジで？俺一人じゃきついな。しかも魚だし。どうする？もうあまり時間がありません。王国へ戻りましょう。了解です。さあじゃあ戻りましょう。あ、王女がいないんだけど、女王様が海底王国の民を集めて大切な演説をするよ。あなたも参加されてはいかがですか。なるほど。あ、ありがとう、入り口まで。よかった、泳ぐの大変なんだよこれ。結構楽しいんだけど遅い遅い、早くし。どこで演説するっつった？あ、始まりましたね。演説ってあれなんだ、ガチの街頭演説みたいな感じなの？不思議な人、あれほどの世界の惨状を目にしてもその瞳に浮かぶ光は消えてはいませんね。いや問題ないね。勇者の力そんなに使ってなかった感はあるからね。これまで多くの災いがあなたに襲いかかってきました。しかしその災いを幾度となく打ち砕き、多くの命を奪ったあの破滅の最中にいながらも、あなたはこうして生きています。そう、それは未だあなたが魔王と戦う運命の中にある。大樹が告げているのやもしれません。勇者よ、世界に再び光をもたらすために希望の炎を灯しなさい。希望の炎はあなたの仲間たちと共にある。
あなたの仲間たちに宿るその炎が照らす先に歩むべき正しい道が示されるでしょう。了解です。すべては大樹の導きの。突破された？見ろ結界が。やばいやばいやばい。ウルノーガはせっかちなのね。別れの言葉も言わせてくれないなんて。あ、何？どうする？どうすればいい？違う！じゃあやめろお前。前を向きなさい。振り返ってはなりません。勇者とは。勇者とは最後まで決して諦めないもののことです。おい、王女死ぬ気だぞ絶対。海底王国の民どもよ、その命魔王様のためもらい受ける。海底王国滅んじゃったじゃん。え？どうする？え、どうすりゃいいの俺これ。まだもう少しやるべ。そろそろ終わりかなって思ってたけど。うわー、でも王女様すげーエロい格好してるこういうこと言ってるからダメなんだよな。あれ？あ？え、何？どこ？下？なんかある？え、下なんかある？え？釣り糸が垂れてんだ。あれに釣られろってことだな。了解です。よし。さあ引っかかったよ。早く釣り上げてくれ。釣られる魚の気持ちわかるぞ。こいつはでかいぞ。まさか伝説の人食い王マグロか。負けねえぞ。俺は海の男アラーニ。にゃやったやったぞ。こりゃ大物だ。世界が破滅したって言ったって生きてりゃいいことがあるってもんよ。もう最悪のタイミングで人間の男戻った男じゃん。どうも。人？おい、あーちゃん、どっから乗ってきやがった。いくら腹が減ったって魚の餌を横取りするやつがあるかよ。一体何があったってんだ。いや、まあ説明しても信じてくれないと思うから省きます。おい、あーちゃん、泣いてんのかい。いや、国が滅んだんすわ行かないと行かないといけませんね。何が何だか分からんが深いわけがあるみてえだな。そうなんですよ、マジで。よし、困ってるやつは放っておかねえ。それが海の男ってもんだ。お前は大物釣れるよ。あんちゃん、いいやつだな。ひとまず俺の小屋に来て一晩休んでいけよ。こんなご時世だ、安全な場所はどこにもねえ。悲しいね。けどな、あそこなら最後の砦なら
力になってくれるかもしれねえぜ。さっき言ってたですね。あそこには英雄がいる。俺たちの希望だ。さあ、そうと決まればさっさと出航だ。あんちゃん、しっかり捕まってろよ。こっから先は海が荒れるぞ。了解です。さあ、希望の灯火、海底王国の女王セレンの導きにより世界に希望の炎を灯す使命を背負った者に贈られる称号。さあここからね、ドラゴンクエスト11が、まさに始まると言っても多分過言ではない。ここからが本番なんだと思います。じゃあね、まあ今日はね霧もいいんで、これで終わりにしましょう。うわ、もう本当にね、あの海底王国が滅んで、いや結構悲しいね。ロミアの件とかもあったし、いやなんとか持ちこたえてくれてるかな。無理か。まあ いや、でも希望を見つけてね、先に進まなきゃいけないので、希望の炎があるっていう、デルカダル南にさあ次回はね行ってみたいと思います。よければねチャンネル登録と高評価ボタンの方よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。それではまた、バイバイ。